今季のドジャースの勝ち方にパターンしかないよ。ドジャースの今季の勝ち方、ブルペンデーで抑える、先発が炎上するも弱打線が爆発する。バカみたいなチームだな。マジでシーズン途中からずっとこれ。後半マジで2パターンしかなかったよな。弱打線爆発勝利は楽しいから見てて好き。序盤ってどんなんやったっけ。グラスノー山本打ったし。グラスノーは勝てる。タイガースもひどいでまともな先発スクーバルだけです。他の日は全部ブルペンデーです。これでなぜか勝ってるからこれが正解なんや。投手補強しろよ。スマンが補強してこれなんやで。ブルペンデーで抑えるのっていいんやけど結局イニング空先発がおらんとどっかで崩壊するからな。山本が3回で降りたの結構あかんかったよな。なんとかして5回まで行ってもらわんと。パドレスとか D バックスもこれやし、何しとかいう地域そのものになんかあるんやないの。